朗読アートの天野優です。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは睡眠用の朗読チャンネルです。昔話や童話、文学作品などもアップしております。よかったらお休みになりながらや、お耳に時間があるときなど、ゆっくり聞いてみてください。すぐに本編をお聞きになりたい方、このオープニングが長いので飛ばしたいという方、概要欄のタイムテーブル、それぞれの作品名の横にある数字をタップして、どうぞお好きなところからお聞きください。今日のお話は、柳田邦男さんの日本の昔話全106話よりシリーズでお届けしております。今日はその2、15話から22話までの8話を朗読いたします。106話のお話の大部分は説話で、いずれも日本全国北から南すべての地域の隅々において、ご先祖様から言い伝えられ、聞き伝えられ、そうした口伝によって残されてきたお話たちです。シリーズで何回かに分けて読ませていただきますので、この小さな物語の数々106話をお楽しみください。お休みになる前に、よかったらチャンネル登録やいいねボタン、コメントや通知設定などしていただければ、とても嬉しいです。それでは、ゆっくり、おやすみなさい。15。猿と引きとの餅競争。昔、あるところの山の中で、猿とヒキガエルが出会ったそうであります。ちょうどお正月も近くなって、里ではそちこちに餅をつく威勢のいい記念の音がしていました。なんとヒキドン、あの餅を一薄取ってきて食べる工夫はあるまいか。と、猿が言いました。そこで、山の中で相談を決めて、二人はそろそろと里に降りていきました。最初にはまず、猿が、庄屋様の瀬戸に来て、隠れていると、後から引きが忍んできて、庭の潜水の中へ、ドブーンと大きな音をさせて飛び込みました。餅をついている若い人たちは、その音を聞いて、これは大変だ。うちの坊ちゃんが、池へ、落ちたようだ。と言って、臼も餅もほったらかしておいて、残らず水のそばへかけていきました。その隙に猿は、うまうまと餅の臼を抱えて、山の上まで運んできました。引きもその後から、のそのそと戻ってきました。なんと、ひきどん。お前と二人でこの餅を分けて食うよりも、いっそのこと、臼のままでここから転がして、早く追いついた方が、丸ごと食うことにしてはどうか？と、猿が言いました。ヒキガエルは足が呪いから損だとは思いましたが、
それでも承知をして、1、2、3の掛け声とともに、ごろごろと餅の臼を谷底に突き落としました。足の達者な猿は、すぐにその後から飛んでおります。比企は足が遅いので、仕方なしにのたりのたりと山を下っていきますと、運の良いこともあったもので、餅はいつの間にか臼の中から抜け出して、道の旗の萩の枝にだらりと引っかかっていました。これはありがたし、と早速その餅のそばに座り込んで、比企は一人でゆるゆると食べていました。そうすると、唐臼を追っかけて無駄足をした猿が、がっかりしてまた登ってきました。比企どん、比企どん、こっちの方から先に食ってはどうかね。と、見物をしていた猿が言いました。なあに、こりゃ俺の餅だ。俺が好きな方から食おうよ。と、比企ガエルは答えました。おしまい。16、古屋の森。昔、雨の降る晩に、ジジとババとが眠ることができないので、二人で話をしていました。虎狼よりも怖いのは、古屋の森だと言っておりました。それを、表を通っていた虎狼という獣が立ち聞きして、それでは、この世の中には、俺よりもまだ恐ろしい森というのがあると見える。これは、油断がならぬぞ。と思っていると、ちょうどこの家に入ろうとした馬盗人が、馬かと思って、虎狼の背中に乗りました。これはたまらん。古屋の森に捕まえられた。と、虎狼は一山に飛んで走りましたので、馬盗人はふるい落とされて、道端の空井戸の中に落ちました。そこへ猿がやってきて、何しているかと尋ねますと、今、この穴の中に、古屋の森という化け物が隠れた。と、虎狼が答えました。そんな化け物はないだろう。俺が検査してやろう。と言って、出過ぎ者の猿は、尻尾を空井戸の中へ差し込んで探りました。穴の底の馬盗人が、それをしっかりとつかみました。猿もびっくりして、強く尻尾を引こうとすると、根元からぷつりと、切れてしまいました。猿の尻尾の短くなったのは、また
この時からだという説もあります。おしまい。十七、猿、むこ入り。昔々、ある村のじじが、一人で山畑に出て働いていました。畑が広くてあんまり骨が折れるので、ああ、猿でもよいから来て助けてくれるなら、三人ある娘の一人は嫁にやるがな、と言いました。そうすると、猿が一匹ひょっくり出てきまして、せっせと畑仕事を手伝ってくれました。こいつは困った約束をしたわい。と思って、家に帰ってきて、三人の娘と相談をすると、姉も、二番目の娘も、猿のお嫁には行かれませんと言って怒りました。末の娘だけが優しい女で、お父さんが約束をなさったのなら、是非がないから私が行きましょう。嫁入りの支度には、亀を一つ、その中へ縫い針をたくさんに入れてください。と言いました。そうすると、次の日の朝は、猿がちゃんと婿様の着物を着て、約束の花嫁を迎えに来ました。嫁の荷物は、亀と縫い針。これを、猿の婿が背中に覆って、仲良く話をしながら、猿の住む山へ行きました。山のふもとには、深い谷川が流れていて、細い一本橋がかかっていました。その橋を渡ろうとするときに、猿の婿様が話しかけました。男の子が生まれたら、何という名をつけよう。猿殿の子だから、猿沢とつけましょう。女の子ができたら、何と名をつけよう。この谷には、藤の花がきれいだから、お藤とつけましょう。そう言って渡っていくうちに、一本橋が細いので、ちょっと手が触ると、猿の婿は川へ落ちました。そうして、縫い針を入れた亀を背負ったままで、水に流されていきました。その時に、猿の婿が泣きながらこんな歌を詠んだということで、今でもその文句が残っています。猿沢や、猿沢や、おふじの母が泣くぞ、かわいや。おしまい。十八、わしの卵。昔、ある村に、
年をとった百姓があって、美しい一人の娘を持っていました。田植えの頃に縄代を見回っていると、蛇が小さなカエルを追いかけて、縄代を荒らしております。蛇よ、そう追うな。俺の一人娘をお前にやるから。と言いますと、蛇は追うのをやめて、おとなしく帰っていきました。そうしてその晩から、立派な若い婿が娘のところへ、夜遅く来て、朝早く帰るようになりました。それが、どういう人かよくわからぬので、ジジは気にかけていましたが、ある日、家の前を一人の見たことのない駅舎が通っていくので、それを呼び込んで占いをしてもらいました。その駅舎が言うには、この娘は、ただの人間でないものを婿にとって、人間でないものの子を持っているから、近いうちに死ぬかもしれない。けれども、助かる方法がたった一つある。裏の山の大木の上に、わしが巣をかけて、今、卵を三つ産んでいる。あれを、婿殿に頼んで、取ってきてもらって、食べさせてみたらよかろう。と言いました。そこで、その晩に来た婿に、わしの卵が食べたいという話をしますと、心よく、承知をして、取りに登ってくれましたが、その時はちゃんと蛇の姿をしていたそうであります。そうして二つの卵を口にくわえてきて、三つ目を取りに登った時に、わしの親はその大蛇をつついて殺してしまいました。ジジは家に帰ってみると、昨日の駅舎がまた来ていて、この話を聞いて、それではもう娘さんは助かった。この後では3月3日の節句に、酒の中へ桃の花を浮かせてお飲ませなさい。そうすれば、いよいよ丈夫になります。私は、あなたに命を助けられた、小さなカエルのご恩返し。と言って、ぴょんぴょんと、どこかへ飛んでいきました。それから後は、3月の3日に、人が、桃の酒を飲むようになったのだそうであります。おしまい。19。春の野次から。昔々、あるところに、貧乏な一人のじじが住んでいました。毎日毎日働いて、やっと暮らしを立てていました。今日はうずきの8日だから、一日だけ家でゆっくりと休もうと思っていますと、また用ができて、外へ行かなければならぬことになりました。
せっかく買っておいた一升の酒を、とくりのままでぶら下げて、途中ででも飲もうと思って、一人で出かけました。晴れ晴れとした良い天気で、野にも山にもいろいろな花が咲き誇っているのでありました。広い野原に差し掛かって、天気はよし、疲れもしたので、この辺で一杯やろうと思って、良いくらいの石に腰をかけますと、足元に一つの骸骨が転がっていました。これはこれは、どういう人の骨だか知らないが、ちょうど良いところだ。俺は一人で飲むのは嫌いだ。お前さんも一つ飲んで、この景色を見ながら一緒に楽しみましょう。と言って、杯になみなみと一杯ついだ酒を、その骸骨に注ぎかけたそうです。そうして、面白く歌などを歌って、ややしばらく遊んでから、そこを立って出かけました。ところが、このじじが用を済ませて、その日の黄昏時に同じ野を通って帰ってくると、後から、じじ様、ちょっと待って、と呼ぶ声がしました。振り返ってみると、十七八の美しい姉様であったそうです。今日はお前さんのおかげで本当に嬉しい思いをしました。そのお礼を言いたいために帰って来られるのを待っていました。私は三年前のこの月の28日にこの野原を通っていて急病で死んだ娘であります。親たちは今にあちらこちらを探していますが、縁が薄くてまだ見つけてくれず、昨日まではまことに寂しく暮らしていました。28日の法事の日には何用を置いてもぜひ、もう一度ここへ来て、私と一緒に親の家へ行ってください。と言ったそうです。いよいよその28日になって、ジジは約束だから朝のうちに野原に来てみますと、美しい娘が出て待っていました。それから連れ立って、野の隣の村に入っていきました。娘の家というのは、大きな構えの屋敷で、村の人が大勢、今日の法事のために寄り合っておりました。俺にはとても、この中へは入れない。ジジが言うと、それなら私の着物に取り付いて入ればよい。と言って、二人とも誰にも見つけられず、スルスルと家の中に入って、仏壇の間に座りました。座敷には本膳が出て、お吸い物も酒もありました。好きな酒ですから、娘が勧めるままに、じじ様は酒を飲み、好きな魚をいろいろと取って食べました。
座敷にいる坊様や親類の客人は、知らぬうちに自分の膳のものも酒もなくなるので、不思議だ不思議だと話し合っておりました。そのうちにお膳を下げる段になって、一人の小さな女中が皿を落としてかきました。家の主人は大事の皿をとんでもないことをしたと、ひどく小言を言いました。幽霊の娘はそれを見て、じじ様に向かってささやきました。私は、ああいうところを見るのが嫌だから、もう帰ります。と言いました。じじは、そんなら俺も行く。と言うと、お前さんは、まあいいから、ここにいてください。と言って、一人でどこかへ行ってしまいました。娘が出て行ってしまうと、すぐにじじ様の姿が皆に見えてきました。お前は何者だ？どこから来たか？どうしてこの座敷へ来ていたか？と尋ねられました。もう隠すことはできないので、今までのことを残らず話して聞かせますと、親類の一同の者はびっくりし、主人夫婦は泣きました。それでは早速、娘のいる野原へ、私たちを案内してください。頼む、頼む。と言われました。それで、じじが先に立ち、親たち一族、寺の和尚までが、うちそろうて、骨を迎えに行って、もう一度、葬式を営みました。じじ様も、貧乏な手間仕事などをやめて、この家の人たちから情けをかけられ、一生安楽に暮らすことができたそうです。おしまい。金の斧、銀の斧。昔々、あるところに、正直な木こりがいて、毎日毎日、山の中で木を切って働いておりました。ある日、池のそばの森で仕事をしていたとき、あんまり力を入れて振り上げたので、斧が池の中へ落ちてしまいました。大切な道具をなくしては働けないので、どうしたらよかろうかと困っていますと、水の中から真っ白いひげのおじいさんが出てきて、何を考え込んでいるのか？と尋ねるのです。そこで木こりは、池へ斧を落とした話をすると、そんなら拾ってきてやろう。と言って水の中に沈んでいきました。しばらくたって出てきた時には美しい金の斧を持っております。そして、お前の落としたのはこれか？と聞くので、それではないと言うと、また水の中に沈んで、今度は
銀の斧を持ってきました。キコリは、私の落としたのは、そんな立派な斧ではありません。ただの鉄の斧です。と言うと、おじいさんはまた水の中へ入っていきましたが、今度は鉄の斧を持ってきて、これか?と言って、キコリに返してくれました。キコリも、それだ、それだ!と、喜んでお礼を言って受け取りました。すると、おじいさんのつくづく言いますには、お前は本当に正直者だ。その褒美に、金の斧も銀の斧もお前にやろう。と言って、キコリにくれました。なくした斧を返してもらった上に、立派な金銀の斧をもらったものですから、キコリは嬉しくてたまりません。つい黙っていられなくて、隣の悪いじいさんにこのことを話してしまいました。するとじいさんは、一つ自分ももらってこよう。と、森に出かけて行き、わざと池の中へ斧を落としました。話に聞いていた通りのおじいさんが水の中から出てきて、拾ってきてやろう、と水の中に沈みましたが、間もなく美しい金の斧を持って出てきました。お前の落としたのはこれか?と聞かれると、欲の深いじいさんは飛びつくように、うん、それだ!と答えました。すると、白ひげのおじいさんは腹を立てて、お前のような嘘つきには、金の斧も銀の斧も鉄の斧もやらん。と言って、そのまま水の中に沈んでしまったきり、再び出てきませんでした。おしまい。21黄金コウス。昔々奥州みぞろが沼の片ほとりに兄弟の百姓が住んでいました。兄は少し愚かで、弟はなかなか小賢しい男でありました。それでその弟は兄を追いつかって、毎日沼の岸へやって、草刈りばかりさせておきました。ところがある日のこと、沼から美しい女の人が手に一通の手紙を持ってきまして、どうか、この手紙をおこまがたけのふもとにある八郎ヶ沼まで持って行っておくれ。と、その兄に頼みました。八郎ヶ沼へ行ったら、岸に立って、たんたんと手をたたいておくれ。そうすれば、水の中から若い女が出てくるから、それにこの杖を渡せばよい。と言いました。男は頼まれて
何の疑いもなく、早速その手紙を持って八郎ヶ沼へ行きました。そうして教えられた通りに手を叩くと、果たして沼から美しい女が現れて、手紙を受け取って読みました。みぞろが沼の姉様が、いつもお前の世話になるそうな。この手紙の中に書いてある品物は、今持ってきてあげるから、しばらく待っているように。と言って、沼に戻って、小さな石の引き薄を手に持って、再び出てきました。これは二つとないこの世の宝物だけれども、姉の言いつけだからお前に信条する。この小臼に一粒の米を入れて回すと、黄金の粒が一つ出ます。ただ、帰ったら庭の片隅に、小さくとも一つの池を掘って、朝と晩に、それから水を汲んで、この引き薄に備えておくれ。こう言って、薄を男に手渡しして、また元の沼へ入っていきました。兄は小臼を持って自分の家に帰り、毎日一粒ずつの黄金を臼から出して、楽々と暮らすようになりました。弟は、兄がこの頃草刈りにも行かず、楽に暮らしているのを不審に思って、そっと覗いてみると、妙な臼を回しています。それで、兄の留守にやってきて、仏壇の隅からその小臼を見つけ出して、米粒を一つ入れて回してみると、たちまち黄金の粒が出るので、びっくりしました。しかし、欲の深い弟ですから、それだけで済ましておくことができず、一度にたくさんの金を取っておこうと思って、碗に一杯の米を打ち込んで、その臼を回してみました。そうすると、小臼はコロコロと転がって、だんだんに外へ出て、庭の隅に掘った小池の中へ転がり込んで、とうとう見えなくなってしまった。だということであります。おしまい。22。花たれ小僧様。昔々、肥後の国の真弓の里という山奥の村に、一人のじじがありました。毎日山に入って薪を切って、それを関の町へ持って出て、かすかな暮らしを立てていました。ある日、どうしてもその薪の売れないことがあって、町の真ん中を流れている川の橋を何度となく渡って、町中を歩いてみましたが、一人も薪を買う人がありません。しまいにはくたびれてしまって、その橋の中ほどに来て休みました。そうしてその薪を一羽ずつ、橋の上から川の淵へ投げ込んで、龍神様を拝んで帰って行こうとしました。そうすると、不意に、その淵の中から、今まで見たこともないような美しい若い女が出てきて、じじを呼び止めました。その女の腕には、
小さな、本当に小さな子供を一人抱いています。お前が正直で、毎日よく働いて、今日も薪を持ってきて差し上げたことを、龍神様は大変に喜んでおいでになる。そのご褒美に、この子供をお預けになるから、連れて行きなさい。このお子は、花垂れ小僧様と言って、お前の願うことは何でも聞いてくださる。その代わりに、毎日三度ずつ、ぜひともエビのナマスをこしらえて、お供え申さなければならぬ。と言って、女はその子供をジジに渡して、再び水の底へ帰って行きました。ジジは大喜びで、その花垂れ小僧様を抱いて、真由美の里に戻ってきて、神棚の脇に小さな小僧様を据えて大切に育てました。米でもお小遣いでも何でもかでも欲しいと思うものがあれば、この小僧様にちょっと頼むと、すぐにふーんと鼻をかむような音をさせて、それをジジの目の前に出します。あんまりこの家は汚くなりました。もっと大きくて、新しい家を出してください。と言うと、家のようなものまでも、ただ一度の鼻の音で出てきます。そうして、思っていたよりもなお美しい、立派な家でありました。蔵や道具なども、だんだんに出て、わずか一月ほどの間に見違えるような大金持ちになってしまいました。山へ薪を取りにはもう行くに及びません。ジジの仕事は毎日町に出て行って、ナマスにするエビを買うてくるだけになりました。ところが、だんだんに月日が経つとともに、そのたった一つの役目までが少し面倒くさくなりました。そうしてしまいには、花垂れ小僧様を神棚から下ろして、ジジはこういうことを言いました。花垂れ小僧様、私はもう、あなたに何もお願いすることはありませんから、どうか竜宮へお帰りください。そうして竜神様へよろしくお伝えください。と申しました。それを聞いて小僧様は黙って外へ出て行かれました。そうしてしばらくの間、家の外でスーッと鼻をすする音をさせていましたが、そのうちにだんだんと家も蔵もその中にあったものも一つずつ消えてなくなって、後にはただ以前のあばら屋ばかりが残りました。これは大変だ。と、急いで花垂れ小僧様を引き止めようと思って飛び出しましたが、もうどこにもその姿は見えなかったそうであります。おしまい。
15。猿と匹との餅競争。昔、あるところの山の中で、猿とヒキガエルが出会ったそうであります。ちょうどお正月も近くなって、里ではそちこちに餅をつく威勢のいい記念の音がしていました。なんとヒキドン、あの餅を一薄取ってきて食べる工夫はあるまいか。と、猿が言いました。そこで、山の中で相談を決めて、二人はそろそろと里に降りていきました。最初にはまず、猿が、庄屋様の瀬戸に来て隠れていると、後から匹が忍んできて、庭の潜水の中へ、ドブーンと大きな音をさせて飛び込みました。餅をついている若い人たちは、その音を聞いて、これは大変だ。うちの坊ちゃんが池へ落ちたようだ。と言って、臼も餅もほったらかしておいて、残らず水のそばへかけていきました。その隙に猿は、うまうまと餅の臼を抱えて、山の上まで運んできました。ヒキもその後からのそのそと戻ってきました。なんと、ヒキドン。お前と二人でこの餅を分けて食うよりも、いっそのこと、臼のままでここから転がして、早く追いついた方が、丸ごと食うことにしてはどうか？と、猿が言いました。ヒキガエルは足が呪いから損だとは思いましたが、それでも承知をして、1、2、3の掛け声とともに、ごろごろと餅の臼を谷底に突き落としました。足の達者な猿は、すぐにその後から飛んでおります。ヒキは足が遅いので、仕方なしにのたりのたりと山を下っていきますと、運の良いこともあったもので、餅はいつの間にか臼の中から抜け出して、道の旗の萩の枝にだらりと引っかかっていました。これはありがたし。と、早速その餅のそばに座り込んで、ヒキは一人でゆるゆると食べていました。そうすると、カラウスを追っかけて無駄足をした猿が、がっかりしてまた登ってきました。ヒキドン、ヒキドン。こっちの方から先に食ってはどうかね。と、見物をしていた猿が言いました。なあに、こりゃ俺の餅だ。俺が好きな方から食おうよ。と、ヒキガエルは答えました。おしまい。16。古屋の森。
昔、雨の降る晩に、ジジとババとが眠ることができないので、二人で話をしていました。虎狼よりも怖いのは、古屋の森だと言っておりました。それを表を通っていた虎狼という獣が立ち聞きして、それでは、この世の中には、俺よりもまだ恐ろしい森というのがあると見える。これは、油断がならぬぞ。と思っていると、ちょうどこの家に入ろうとした馬盗人が、馬かと思って、虎狼の背中に乗りました。これはたまらん。古屋の森に捕まえられた。と、虎狼は一山に飛んで走りましたので、馬盗人はふるい落とされて、道端の空井戸の中に落ちました。そこへ猿がやってきて、何しているかと尋ねますと、今、この穴の中に、古屋の森という化け物が隠れた。と、虎狼が答えました。そんな化け物はないだろう。俺が検査してやろう。と言って、出過ぎ者の猿は、尻尾を空井戸の中へ差し込んで、探りました。穴の底の馬盗人が、それをしっかりとつかみました。猿もびっくりして、強く尻尾を引こうとすると、根元からプツリと切れてしまいました。猿の尻尾の短くなったのは、またこの時からだという説もあります。おしまい。十七、猿、婿入り。昔々、ある村のじじが、一人で山畑に出て働いていました。畑が広くて、あんまり骨が折れるので、ああ、猿でもよいから来て助けてくれるなら、三人ある娘の一人は、嫁にやるがなぁ、と言いました。そうすると、猿が一匹ひょっくり出てきまして、せっせと畑仕事を手伝ってくれました。こいつは困った約束をしたわい。と思って、家に帰ってきて、三人の娘と相談をすると、姉も二番目の娘も、猿のお嫁には行かれませんと言って怒りました。末の娘だけが優しい女で、お父さんが約束をなさったのなら、是非がないから、私が行きましょう。嫁入りの支度には、亀を一つ、その中へ、縫い針をたくさんに入れてください。と言いました。そうすると、
次の日の朝は、猿がちゃんと婿様の着物を着て、約束の花嫁を迎えに来ました。嫁の荷物は、亀と縫い針。これを猿の婿が背中に覆って、仲良く話をしながら、猿の住む山へ行きました。山のふもとには深い谷川が流れていて、細い一本橋がかかっていました。その橋を渡ろうとするときに、猿の婿様が話しかけました。男の子が生まれたら、何という名をつけよう。猿殿の子だから、猿沢とつけましょう。女の子ができたら、何と名をつけよう。この谷には、藤の花がきれいだから、お藤とつけましょう。そう言って渡っていくうちに、一本橋が細いので、ちょっと手が触ると、猿の婿は川へ落ちました。そうして、縫い針を入れた亀を背負ったままで、水に流されていきました。その時に、猿の婿が泣きながらこんな歌を詠んだということで、今でもその文句が残っています。猿沢や、猿沢や、お藤の母が泣くぞ川いや。おしまい。18。わしの卵。昔、ある村に、年を取った百姓があって、美しい一人の娘を持っていました。田植えの頃に縄代を見回っていると、蛇が小さなカエルを追いかけて、縄代を荒らしております。蛇よ、そう追うな。俺の一人娘をお前にやるから。と言いますと、蛇は追うのをやめて、おとなしく帰っていきました。そうしてその晩から、立派な若い婿が娘のところへ、夜遅く来て、朝早く帰るようになりました。それが、どういう人かよくわからぬので、じじは気にかけていましたが、ある日、家の前を一人の見たことのない駅舎が通っていくので、それを呼び込んで占いをしてもらいました。その駅舎が言うには、この娘は、ただの人間でないものを婿にとって、人間でないものの子を持っているから、近いうちに死ぬかもしれない。けれども、助かる方法がたった一つある。裏の山の大木の上に、わしが巣をかけて、今、卵を三つ産んでいる。あれを、婿殿に頼んで、取ってきてもらって、食べさせてみたらよかろう。と言いました。そこで、
その晩に来た婿に、わしの卵が食べたいという話をしますと、心よく承知をして、取りに登ってくれましたが、その時はちゃんと蛇の姿をしていたそうであります。そうして二つの卵を口にくわえてきて、三つ目を取りに登った時に、わしの親はその大蛇をつついて殺してしまいました。じじは家に帰ってみると、昨日の駅舎がまた来ていて、この話を聞いて、それではもう娘さんは助かった。この後では3月3日の節句に、酒の中へ桃の花を浮かせてお飲ませなさい。そうすればいよいよ丈夫になります。私はあなたに命を助けられた小さなカエルのご恩返し。と言って、ぴょんぴょんとどこかへ飛んで行きました。それから後は、3月の3日に人が桃の酒を飲むようになったのだそうであります。おしまい。19。春の野次から。昔々あるところに、貧乏な一人のじじが住んでいました。毎日働いて、やっと暮らしを立てていました。今日はうずきの8日だから、1日だけ家でゆっくりと休もうと思っていますと、また用ができて、外へ行かなければならぬことになりました。せっかく買っておいた一升の酒を、とくりのままでぶら下げて、途中ででも飲もうと思って一人で出かけました。晴れ晴れとした良い天気で、野にも山にもいろいろな花が咲き誇っているのでありました。広い野原に差し掛かって、天気は良し、疲れもしたので、この辺で一杯やろうと思って、良いくらいの石に腰をかけますと、足元に一つの骸骨が転がっていました。これは、どういう人の骨だか知らないが、ちょうど良いところだ。俺は一人で飲むのは嫌いだ。お前さんも一つ飲んで、この景色を見ながら一緒に楽しみましょう。と言って、杯になみなみと一杯継いだ酒を、その骸骨に注ぎかけたそうです。そうして、面白く歌などを歌って、ややしばらく遊んでから、そこを立って出かけました。ところが、このじじが用を済ませて、その日の黄昏時に、同じ野を通って帰ってくると、後から、じじ様、ちょっと待って、と呼ぶ声がしました。振り返ってみると、17、8の美しい姉様であったそうです。今日はお前さんのおかげで、
本当に嬉しい思いをしました。そのお礼を言いたいために、帰って来られるのを待っていました。私は3年前のこの月の28日に、この野原を通っていて、急病で死んだ娘であります。親たちは、今にあちらこちらを探していますが、縁が薄くてまだ見つけてくれず、昨日まではまことに寂しく暮らしていました。28日の法事の日には、何用を置いてもぜひもう一度ここへ来て、私と一緒に親の家へ行ってください。と言ったそうです。いよいよその28日になって、ジジは約束だから朝のうちに野原に来てみますと、美しい娘が出て待っていました。それから連れ立って、野の隣の村に入っていきました。娘の家というのは、大きな構えの屋敷で、村の人が大勢今日の法事のために寄り合っておりました。俺にはとてもこの中へは入れない。とジジが言うと、それなら私の着物に取り付いて入ればよい。と言って、二人とも誰にも見つけられず、スルスルと家の中に入って、仏壇の間に座りました。座敷には、本膳が出て、お吸い物も酒もありました。好きな酒ですから、娘が勧めるままに、ジジ様は酒を飲み、好きな魚をいろいろと取って食べました。座敷にいる坊様や親類の客人は、知らぬうちに自分の膳のものも酒もなくなるので、不思議だ不思議だと話し合っておりました。そのうちに、お膳を下げる段になって、一人の小さな女中が皿を落としてかきました。家の主人は大事の皿をとんでもないことをしたと、ひどく小言を言いました。幽霊の娘はそれを見て、ジジ様に向かってささやきました。私は、ああいうところを見るのが嫌だから、もう帰ります。と言いました。ジジは、そんなら俺も行く。と言うと、お前さんは、まあいいから、ここにいてください。と言って、一人で、どこかへ行ってしまいました。娘が出て行ってしまうと、すぐにジジ様の姿が皆に見えてきました。お前は何者だ？どこから来たか？どうしてこの座敷へ来ていたか？と尋ねられました。もう隠すことはできないので、今までのことを残らず話して聞かせますと、親類の一同の者はびっくりし、主人夫婦は泣きました。それでは早速、娘のいる野原へ、私たちを案内してください。頼む。頼む。
言われました。それで、じじが先に立ち、親たち一族、寺の和尚までが打ち揃うて、骨を迎えに行って、もう一度葬式を営みました。じじ様も、貧乏な手間仕事などをやめて、この家の人たちから情けをかけられ、一生安楽に暮らすことができたそうです。おしまい。金の斧、銀の斧。昔々、あるところに、正直な木こりがいて、毎日毎日、山の中で木を切って働いておりました。ある日、池のそばの森で仕事をしていたとき、あんまり力を入れて振り上げたので、斧が池の中へ落ちてしまいました。大切な道具をなくしては働けないので、どうしたらよかろうかと困っていますと、水の中から真っ白いひげのおじいさんが出てきて、何を考え込んでいるのか？と、尋ねるのです。そこで木こりは、池へ斧を落とした話をすると、そんなら拾ってきてやろう。と言って、水の中に沈んでいきました。しばらくたって出てきたときには、美しい金の斧を持っております。そして、お前の落としたのはこれか？と聞くので、それではないと言うと、また水の中に沈んで、今度は銀の斧を持ってきました。木こりは、私の落としたのは、そんな立派な斧ではありません。ただの鉄の斧です。と言うと、おじいさんはまた水の中へ入っていきましたが、今度は鉄の斧を持ってきて、これか？と言って、木こりに返してくれました。木こりも、それだ、それだ！と、喜んでお礼を言って受け取りました。すると、おじいさんのつくづく言いますには、お前は本当に正直者だ。その褒美に、金の斧も銀の斧もお前にやろう。と言って、木こりにくれました。なくした斧を返してもらった上に、立派な金銀の斧をもらったものですから、木こりは嬉しくてたまりません。つい黙っていられなくて、隣の悪いじいさんに、このことを話してしまいました。するとじいさんは、一つ自分ももらってこよう。と森に出かけて行き、わざと池の中へ斧を落としました。話に聞いていた通りのおじいさんが水の中から出てきて、拾ってきてやろう、と水の中に沈みましたが、間もなく美しい金の斧を持って出てきました。
お前の落としたのはこれか？と聞かれると、欲の深いじいさんは飛びつくように、うん、それだ、と答えました。すると、白ひげのおじいさんは腹を立てて、お前のような嘘つきには、金の斧も銀の斧も鉄の斧もやらん。と言って、そのまま水の中に沈んでしまったきり、再び出てきませんでした。おしまい。21黄金コウス。昔々、奥州みぞろが沼の片ほとりに、兄弟の百姓が住んでいました。兄は少し愚かで、弟はなかなか小賢しい男でありました。それで、その弟は兄を追いつかって、毎日毎日沼の岸へやって、草刈りばかりさせておきました。ところがある日のこと、沼から美しい女の人が手に一通の手紙を持ってきまして、どうか、この手紙をおこまがたけのふもとにある八郎ヶ沼まで持って行っておくれ。と、その兄に頼みました。八郎ヶ沼へ行ったら、岸に立って、たんたんと手をたたいておくれ。そうすれば、水の中から若い女が出てくるから、それにこの杖を渡せばよい。と言いました。男は頼まれて何の疑いもなく、早速その手紙を持って八郎ヶ沼へ行きました。そうして教えられた通りに手をたたくと、果たして沼から美しい女が現れて、手紙を受け取って読みました。みぞろが沼の姉様が、いつもお前の世話になるそうな。この手紙の中に書いてある品物は、今持ってきてあげるから、しばらく待っているように。と言って、沼に戻って、小さな石の引き薄を手に持って、再び出てきました。これは二つとない、この世の宝物だけれども、姉の言いつけだからお前に信条する。この小薄に一粒の米を入れて回すと、黄金の粒が一つ出ます。ただ、帰ったら庭の片隅に、小さくとも一つの池を掘って、朝と晩に、それから水を汲んで、この引き薄に備えておくれ。こう言って、薄を男に手渡しして、また元の沼へ入っていきました。兄は小臼を持って自分の家に帰り、毎日一粒ずつの黄金を臼から出して、楽々と暮らすようになりました。弟は、兄がこの頃草刈りにも行かず、楽に暮らしているのを不審に思って、そっと覗いてみると、妙な臼を回しています。それで、兄の留守にやってきて、
仏壇の隅からその小臼を見つけ出して、米粒を一つ入れて回してみると、たちまち黄金の粒が出るのでびっくりしました。しかし、欲の深い弟ですから、それだけで済ましておくことができず、一度にたくさんの金を取っておこうと思って、碗に一杯の米を打ち込んで、その臼を回してみました。そうすると、小臼はコロコロと転がって、だんだんに外へ出て、庭の隅に掘った小池の中へ転がり込んで、とうとう見えなくなってしまったということであります。おしまい。22、花垂れ小僧様。昔々、肥後の国の真弓の里という山奥の村に、一人のじじがありました。毎日、山に入って薪を切って、それを関の町へ持って出て、かすかな暮らしを立てていました。ある日、どうしてもその薪の売れないことがあった。町の真ん中を流れている川の橋を何度となく渡って町中を歩いてみましたが、一人も薪を買う人がありません。しまいにはくたびれてしまって、その橋の中ほどに来て休みました。そうしてその薪を一羽ずつ、橋の上から川の淵へ投げ込んで、龍神様を拝んで帰って行こうとしました。そうすると不意にその淵の中から今まで見たこともないような美しい若い女が出てきてじじを呼び止めました。その女の腕には小さな、本当に小さな子供を一人抱いています。お前が正直で、毎日よく働いて、今日も薪を持ってきて差し上げたことを、龍神様は大変に喜んでおいでになる。そのご褒美に、この子供をお預けになるから、連れて行きなさい。このお子は、花垂れ小僧様と言って、お前の願うことは何でも聞いてくださる。その代わりに、毎日三度ずつ、ぜひともエビのナマスをこしらえて、お供え申さなければならぬ。と言って、女はその子供をじじに渡して、再び水の底へ帰って行きました。じじは大喜びで、その花垂れ小僧様を抱いて、真弓の里に戻ってきて、神棚の脇に小さな小僧様を据えて、大切に育てました。米でもお小遣いでも、何でもかでも、欲しいと思うものがあれば、この小僧様にちょっと頼むと、すぐに、ふーんと鼻をかむような音をさせて、それをじじの目の前に出します。あんまりこの家は汚くなりました。もっと大きくて新しい家を出してください。と言うと、家のようなものまでも、ただ一度の花の音で出てきます。そうして思っていたよりもなお美しい立派な家でありました。
蔵や道具などもだんだんに出て、わずか一月ほどの間に見違えるような大金持ちになってしまいました。山へ薪を取りにはもう行くに及びません。ジジの仕事は毎日町に出て行って、ナマスにするエビを買うてくるだけになりました。ところが、だんだんに月日が経つとともに、そのたった一つの役目までが少し面倒くさくなりました。そうしてしまいには、花垂れ小僧様を神棚から下ろして、ジジはこういうことを言いました。花垂れ小僧様、私はもうあなたに何もお願いすることはありませんから、どうか竜宮へお帰りください。そうして竜神様へよろしくお伝えください。と申しました。それを聞いて小僧様は黙って外へ出て行かれました。そうしてしばらくの間、家の外でスーッと鼻をすする音をさせていましたが、そのうちにだんだんと家も蔵もその中にあったものも一つずつ消えてなくなって、あとにはただ以前のあばら屋ばかりが残りました。これは大変だ。と急いで花垂れ小僧様を引き止めようと思って飛び出しましたが、もうどこにもその姿は見えなかったそうであります。おしまい。15猿と比企との餅競争。昔あるところの山の中で猿と比企ガエルが出会ったそうであります。ちょうどお正月も近くなって里ではそちこちに餅をつく威勢のいい記念の音がしていました。なんと引きどん、あの餅を一薄取ってきて食べる工夫はあるまいか。と、猿が言いました。そこで、山の中で相談を決めて、二人はそろそろと里に降りていきました。最初にはまず、猿が庄屋様の瀬戸に来て隠れていると、後から比企が忍んできて、庭の潜水の中へドブーンと大きな音をさせて飛び込みました。餅をついている若い人たちは、その音を聞いて、これは大変だ。うちの坊ちゃんが池へ落ちたようだ。と言って、臼も餅もほったらかしておいて、残らず水のそばへかけていきました。その隙に猿は、うまうまと餅の臼を抱えて山の上まで運んできました。比企もその後からのそのそと戻ってきました。なんと比企どん、お前と二人でこの餅を分けて食うよりも
いっそのこと、臼のままでここから転がして、早く追いついた方が、丸ごと食うことにしてはどうか？と、猿が言いました。ヒキガエルは足が呪いから、損だとは思いましたが、それでも承知をして、1、2、3の掛け声とともに、ごろごろと餅の臼を谷底に突き落としました。足の達者な猿は、すぐにその後から飛んでおります。ヒキは足が遅いので、仕方なしに、のたりのたりと山を下っていきますと、運の良いこともあったもので、餅はいつの間にか、臼の中から抜け出して、道の旗の萩の枝にだらりと引っかかっていました。これはありがたし。と、早速、その餅のそばに座り込んで、ヒキは一人でゆるゆると食べていました。そうすると、カラウスを追っかけて、無駄足をした猿が、がっかりして、また登ってきました。ヒキドン、ヒキドン。こっちの方から先に食ってはどうかね。と、見物をしていた猿が言いました。なあに、こりゃ俺の餅だ。俺が好きな方から食おうよ。と、ヒキガエルは答えました。おしまい。16。古屋の森。昔、雨の降る晩に、ジジとババとが眠ることができないので、二人で話をしていました。虎狼よりも怖いのは、古屋の森だと言っておりました。それを、表を通っていた虎狼という獣が立ち聞きして、それでは、この世の中には、俺よりもまだ恐ろしい森というのがあると見える。これは、油断がならぬぞ。と思っていると、ちょうどこの家に入ろうとした馬盗人が、馬かと思って、虎狼の背中に乗りました。これはたまらん。古屋の森に捕まえられた。と、虎狼は一山に飛んで走りましたので、馬盗人はふるい落とされて、道端の枯井戸の中に落ちました。そこへ猿がやってきて、何しているかと尋ねますと、今、この穴の中に、古屋の森という化け物が隠れた。と、虎狼が答えました。そんな化け物はないだろう。俺が検査してやろう。と言って、出過ぎ者の猿は、尻尾を空井戸の中へ差し込んで、探りました。穴の底の馬盗人が、それをしっ
かりとつかみました。猿もびっくりして強く尻尾を引こうとすると、根元からぷつりと切れてしまいました。猿の尻尾の短くなったのは、またこの時からだという説もあります。おしまい。十七、猿、むこ入り。昔々、ある村のじじが、一人で山畑に出て働いていました。畑が広くてあんまり骨が折れるので、ああ、猿でもよいから来て助けてくれるなら、三人ある娘の一人は、嫁にやるがなぁ、と言いました。そうすると、猿が一匹ひょっくり出てきまして、せっせと畑仕事を手伝ってくれました。こいつは困った約束をしたわい、と思って、家に帰ってきて、三人の娘と相談をすると、姉も二番目の娘も、猿のお嫁には行かれませんと言って怒りました。末の娘だけが優しい女で、お父さんが約束をなさったのなら、是非がないから、私が行きましょう。嫁入りの支度には、亀を一つ、その中へ、縫い針をたくさんに入れてください。と言いました。そうすると、次の日の朝は、猿がちゃんと婿様の着物を着て、約束の花嫁を迎えに来ました。嫁の荷物は、亀と縫い針。これを猿の婿が背中に覆って、仲良く話をしながら、猿の住む山へ行きました。山のふもとには、深い谷川が流れていて、細い一本橋がかかっていました。その橋を渡ろうとするときに、猿の婿様が話しかけました。男の子が生まれたら、何という名をつけよう。猿殿の子だから、猿沢とつけましょう。女の子ができたら、なんと名をつけよう。この谷には、藤の花がきれいだから、お藤とつけましょう。そう言って渡っていくうちに、一本橋が細いので、ちょっと手が触ると、猿の婿は川へ落ちました。そうして、縫い針を入れた亀を背負ったままで、水に流されていきました。その時に、猿の婿が泣きながらこんな歌を詠んだということで、今でもその文句が残っています。猿沢や、猿沢や、お藤の母が泣くぞ川や。
おしまい。18。わしの卵。昔、ある村に、年をとった百姓があって、美しい一人の娘を持っていました。田植えの頃に、縄代を見回っていると、蛇が小さなカエルを追いかけて、縄代を荒らしております。蛇よ、そう追うな。俺の一人娘をお前にやるから。と言いますと、蛇は追うのをやめて、おとなしく帰っていきました。そうしてその晩から、立派な若い婿が娘のところへ、夜遅く来て、朝早く帰るようになりました。それがどういう人かよくわからぬので、じじは気にかけていましたが、ある日、家の前を一人の見たことのない駅舎が通っていくので、それを呼び込んで占いをしてもらいました。その駅舎が言うには、この娘は、ただの人間でないものを、婿にとって、人間でないものの子を持っているから、近いうちに死ぬかもしれない。けれども、助かる方法がたった一つある。裏の山の大木の上に、わしが巣をかけて、今卵を3つ産んでいる。あれを、婿殿に頼んで、取ってきてもらって、食べさせてみたらよかろう。と言いました。そこで、その晩に来た婿に、わしの卵が食べたいという話をしますと、心よく承知をして、取りに登ってくれましたが、その時はちゃんと蛇の姿をしていたそうであります。そうして2つの卵を口にくわえてきて、3つ目を取りに登った時に、わしの親は、その大蛇をつついて殺してしまいました。じじは家に帰ってみると、昨日の駅舎がまた来ていて、この話を聞いて、それではもう娘さんは助かった。この後では3月3日の節句に、酒の中へ桃の花を浮かせてお飲ませなさい。そうすればいよいよ丈夫になります。私はあなたに命を助けられた小さなカエルのご恩返し。と言ってぴょんぴょんとどこかへ飛んでいきました。それから後は、3月の3日に、人が桃の酒を飲むようになったのだそうであります。おしまい。19。春の野次から。昔々あるところに貧乏な一人のじじが住んでいました。毎日毎日働いてやっと暮らしを立てていました。
今日はうずきの8日だから、一日だけ家でゆっくりと休もうと思っていますと、また用ができて、外へ行かなければならぬことになりました。せっかく買っておいた一升の酒を、とくりのままでぶら下げて、途中ででも飲もうと思って一人で出かけました。晴れ晴れとした良い天気で、野にも山にもいろいろな花が咲き誇っているのでありました。広い野原に差し掛かって、天気は良し、疲れもしたので、この辺で一杯やろうと思って、良いくらいの石に腰をかけますと、足元に一つの骸骨が転がっていました。これはこれは、どういう人の骨だか知らないが、ちょうど良いところだ。俺は一人で飲むのは嫌いだ。お前さんも一つ飲んで、この景色を見ながら一緒に楽しみましょう。と言って、杯になみなみと一杯継いだ酒を、その骸骨に注ぎかけたそうです。そうして、面白く歌などを歌って、ややしばらく遊んでから、そこを立って出かけました。ところが、このじじが用を済ませて、その日の黄昏時に同じ野を通って帰ってくると、後から、じじ様、ちょっと待って、と呼ぶ声がしました。振り返ってみると、17、8の美しい姉様であったそうです。今日はお前さんのおかげで、本当に嬉しい思いをしました。そのお礼を言いたいために、帰って来られるのを待っていました。私は3年前のこの月の28日にこの野原を通っていて急病で死んだ娘であります。親たちは今にあちらこちらを探していますが縁が薄くてまだ見つけてくれず昨日まではまことに寂しく暮らしていました。28日の法事の日には何用を置いてもぜひもう一度ここへ来て私と一緒に親の家へ行ってください。と言ったそうです。いよいよその28日になって、じじは約束だから朝のうちに野原に来てみますと、美しい娘が出て待っていました。それから連れ立って野の隣の村に入っていきました。娘の家というのは、大きな構えの屋敷で、村の人が大勢今日の法事のために寄り合っておりました。俺にはとてもこの中へは入れない。とじじが言うと、それなら私の着物に取り付いて入ればよい。と言って、二人とも誰にも見つけられず、スルスルと家の中に入って、仏壇の間に座りました。座敷には、本膳が出て、
お吸い物も酒もありました。好きな酒ですから、娘が勧めるままに、じじ様は酒を飲み、好きな魚をいろいろと取って食べました。座敷にいる坊様や親類の客人は、知らぬうちに自分の膳のものも酒もなくなるので、不思議だ不思議だと話し合っておりました。そのうちにお膳を下げる段になって、一人の小さな女中が皿を落としてかきました。家の主人は大事の皿をとんでもないことをしたとひどく小言を言いました。幽霊の娘はそれを見て、じじ様に向かってささやきました。私はああいうところを見るのが嫌だから、もう帰ります。と言いました。じじは、そんなら俺も行く。と言うと、お前さんはまあいいからここにいてください。と言って、一人でどこかへ行ってしまいました。娘が出て行ってしまうと、すぐにじじ様の姿が皆に見えてきました。お前は何者だ？どこから来たか？どうしてこの座敷へ来ていたか？と尋ねられました。もう隠すことはできないので、今までのことを残らず話して聞かせますと、親類の一同の者はびっくりし、主人夫婦は泣きました。それでは早速、娘のいる野原へ、私たちを案内してください。頼む、頼む。と言われました。それで、じじが先に立ち、親たち一族、寺の和尚までが打ち揃うて、骨を迎えに行って、もう一度葬式を営みました。じじ様も貧乏な手間仕事などをやめて、この家の人たちから情けをかけられ、一生安楽に暮らすことができたそうです。おしまい。20、金の斧、銀の斧。昔々、あるところに、正直な木こりがいて、毎日毎日、山の中で木を切って働いておりました。ある日、池のそばの森で仕事をしていたとき、あんまり力を入れて振り上げたので、斧が池の中へ落ちてしまいました。大切な道具をなくしては働けないので、どうしたらよかろうかと困っていますと、水の中から真っ白いひげのおじいさんが出てきて、何を考え込んでいるのか？と、尋ねるのです。そこで木こりは、池へ斧を落とした話をすると、そんなら拾ってきてやろう。と言って、水の中に沈んでいきました。しばらくたって出てきたときには、美しい金の斧を持っております。
そして、お前の落としたのはこれか？と聞くので、それではないと言うと、また水の中に沈んで、今度は銀の斧を持ってきました。キコリは、私の落としたのは、そんな立派な斧ではありません。ただの鉄の斧です。と言うと、おじいさんはまた水の中へ入っていきましたが、今度は鉄の斧を持ってきて、これか？と言って、キコリに返してくれました。キコリも、それだ、それだ！と、喜んでお礼を言って受け取りました。すると、おじいさんのつくづく言いますには、お前は本当に正直者だ。その褒美に、金の斧も銀の斧もお前にやろう。と言って、キコリにくれました。なくした斧を返してもらった上に、立派な金銀の斧をもらったものですから、キコリは嬉しくてたまりません。つい黙っていられなくて、隣の悪いじいさんに、このことを話してしまいました。するとじいさんは、一つ自分ももらってこよう。と森に出かけて行き、わざと池の中へ斧を落としました。話に聞いていた通りのおじいさんが水の中から出てきて、拾ってきてやろう、と水の中に沈みましたが、まもなく美しい金の斧を持って出てきました。お前の落としたのはこれか？と聞かれると、欲の深いじいさんは飛びつくように、うん、それだ！と答えました。すると、白ひげのおじいさんは腹を立てて、お前のような嘘つきには、金の斧も銀の斧も鉄の斧もやらん。と言って、そのまま水の中に沈んでしまったきり、再び出てきませんでした。おしまい。21黄金コウス。昔々、奥州みぞろが沼の片ほとりに、兄弟の百姓が住んでいました。兄は少し愚かで、弟はなかなか小賢しい男でありました。それで、その弟は兄を追いつかって、毎日毎日沼の岸へやって、草刈りばかりさせておきました。ところがある日のこと、沼から美しい女の人が手に一通の手紙を持ってきまして、どうか、この手紙をおこまがたけのふもとにある八郎ヶ沼まで持って行っておくれ。と、その兄に頼みました。八郎ヶ沼へ行ったら、岸に立って、たんたんと手をたたいておくれ。
そうすれば水の中から若い女が出てくるから、それにこの杖を渡せばよい。と言いました。男は頼まれて何の疑いもなく、早速その手紙を持って八郎ヶ沼へ行きました。そうして教えられた通りに手を叩くと、果たして沼から美しい女が現れて、手紙を受け取って読みました。みぞろが沼の姉様が、いつもお前の世話になるそうな。この手紙の中に書いてある品物は、今持ってきてあげるから、しばらく待っているように。と言って、沼に戻って、小さな石の引き薄を手に持って、再び出てきました。これは二つとない、この世の宝物だけれども、姉の言いつけだからお前に信情する。この小薄に一粒の米を入れて回すと、黄金の粒が一つ出ます。ただ、帰ったら庭の片隅に、小さくとも一つの池を掘って、朝と晩に、それから水を汲んで、この引き薄に備えておくれ。こう言って、薄を男に手渡しして、また元の沼へ入っていきました。兄は小臼を持って自分の家に帰り、毎日一粒ずつの黄金を臼から出して、楽々と暮らすようになりました。弟は、兄がこの頃草刈りにも行かず、楽に暮らしているのを不審に思って、そっと覗いてみると、妙な臼を回しています。それで、兄の留守にやってきて、仏壇の隅からその小臼を見つけ出して、米粒を一つ入れて回してみると、たちまち黄金の粒が出るのでびっくりしました。しかし、欲の深い弟ですから、それだけで済ましておくことができず、一度にたくさんの金を取っておこうと思って、碗に一杯の米を打ち込んで、その臼を回してみました。そうすると、小臼はコロコロと転がって、だんだんに外へ出て、庭の隅に掘った小池の中へ転がり込んで、とうとう見えなくなってしまった。だということであります。おしまい。22。花垂れ小僧様。昔々、肥後の国の真弓の里という山奥の村に、一人のじじがありました。毎日山に入って薪を切って、それを関の町へ持って出て、かすかな暮らしを立てていました。ある日、どうしてもその薪の売れないことがあって、町の真ん中を流れている川の橋を何度となく渡って、町中を歩いてみましたが、一人も薪を買う人がありません。しまいにはくたびれてしまって、その橋の中ほどに来て休みました。そうしてその薪を一羽ずつ、橋の上から川の淵へ投げ込んで、龍神様を拝んで帰って行こうとしました。
そうすると不意にその縁の中から今まで見たこともないような美しい若い女が出てきて、ジジを呼び止めました。その女の腕には、小さな、本当に小さな子供を一人抱いています。お前が正直で、毎日よく働いて、今日も薪を持ってきて差し上げたことを、龍神様は大変に喜んでおいでになる。そのご褒美に、この子供をお預けになるから、連れて行きなさい。このお子は、花垂れ小僧様と言って、お前の願うことは何でも聞いてくださる。その代わりに、毎日三度ずつ、ぜひとも、エビのナマスをこしらえて、お供え申さなければならぬ。と言って、女はその子供をジジに渡して、再び水の底へ帰って行きました。ジジは大喜びで、その花垂れ小僧様を抱いて、真由美の里に戻ってきて、神棚の脇に小さな小僧様を据えて大切に育てました。米でもお小遣いでも何でもかでも欲しいと思うものがあれば、この小僧様にちょっと頼むと、すぐにふーんと鼻をかむような音をさせて、それをジジの目の前に出します。あんまりこの家は汚くなりました。もっと大きくて新しい家を出してください。と言うと、家のようなものまでもただ一度の花の音で出てきます。そうして思っていたよりもなお美しい立派な家でありました。蔵や道具などもだんだんに出て、わずか一月ほどの間に見違えるような大金持ちになってしまいました。山へ薪を取りにはもう行くに及びません。ジジの仕事は毎日町に出て行って、ナマスにするエビを買うてくるだけになりました。ところが、だんだんに月日が経つとともに、そのたった一つの役目までが、少し面倒くさくなりました。そうしてしまいには、花垂れ小僧様を神棚から下ろして、ジジはこういうことを言いました。花垂れ小僧様、私はもう、あなたに何もお願いすることはありませんから、どうか竜宮へお帰りください。そうして竜神様へよろしくお伝えください。と申しました。それを聞いて小僧様は黙って外へ出て行かれました。そうして、しばらくの間、家の外で、スーッと鼻をすする音をさせていましたが、そのうちに、だんだんと家も蔵も、その中にあったものも、一つずつ消えてなくなって、後にはただ、以前のあばら屋ばかりが残りました。これは大変だ。と、急いで花垂れ小僧様を引き止めようと思って飛び出しましたが、もうどこにもその姿は
見えなかったそうであります。おしまい。